こんにちは、スマユーチームの時野真央です。今回もスマユーチームが獲得した株主優待をご紹介していきます。お店を利用している方も多いと思います。 J フロントリテイリング株式会社さんです。J フロントリテイリングさんは大型商業施設を運営する企業グループさんです。百貨店の大丸、松坂屋、ファッションがメインの商業施設パルコ、この3つが中核です。2023年2月期の売上構成を見てみましょう。売上収益の約6割を占めるのが百貨店事業です。全国の主要都市中心に2023年6月時点で大丸は11店舗、松坂屋が4店舗、計15店舗の百貨店があります。次に SC 事業、ショッピングセンターです。こちらは17店舗あるパルコが中心のセグメントです。デベロッパー事業は不動産の開発です。商業施設のゼロゲートなどの実績があります。決済・金融事業はクレジットカードの年会費や手数料が中心です。その他はグループ企業の商社や人材派遣会社などです。 J フロントリテイリングさんは小売りとデジタル分野を掛け合わせた事業の創出にも力を入れられています。例えば服のサブスクリプションサービスのアナザーアドレス、月額制で服を1ヶ月間レンタルするサービスです。気に入った場合は割引価格で服を買い取ることもできます。約2年前の2021年4月にスタートして、現在は会員数が約1万6000人を超えているそうです。女性向けだけでなく男性向けも始まりました。他にもメタバースや e スポーツなど話題の分野にも参入されています。そんな J フロントリテイリングさんの企業情報と業績を確認していきましょう。本社は東京都港区東証プライム市場です。前期2023年2月期はコロナの行動制限の緩和などにより主力の百貨店事業が大きく改善しました。店舗の取扱い高が伸びれば決済・金融事業にも貢献があります。結果全体で増収増益となりました。今期2024年2月期はさらに回復が鮮明になると見込まれています。コロナ前の水準に近いところまで戻ってくる大幅な増収増益の予想となっています。配当も増配、中間配当が16円、期末配当が17円の予想で計33円の予想となっています。 J フロントリテイリングさんの株主優待の権利確定は年2回です。お買い物が割引になる優待カードです。2月末に権利確定して5月中旬に届きました。早速中を見てみましょう。これは優待の案内のパンフレットです。大丸松坂屋でのお買い物が本カードのご利用で 10% オフ、そして中には大丸松坂屋オンラインストアでもご利用いただけますと書いてあります。そして大丸松坂屋パルコで開催する有料の催事が本カードのページで入場無料になります。はい、そしてこちらの台紙にカードが貼られています。こちらのカードをお買い物の際に提示すれば 10% の割引が受けられるということですね。この後スマユーポイントで表を出しますが、保有株数と保有年数に応じてご利用限度額が設定されています。例えば100株で3年未満の保有の場合は税込みで年間合計50万円分までのお買い物が割引対象になります。クレジットカードで購入する場合は大丸松坂屋カードなど指定のカードでないと割引を適用することはできません。また商品券や切手、ヴィトンやシャネルといった海外の高級ブランドは割引対象外です。ちなみにパルコの方はどうなのと思われた方もいらっしゃるかもしれないですね。パルコ買い物ご優待カードの案内も同封されていました。こちらは申し込んで作るクレジットカードです。このカードでクレジット決済することでパルコでのお買い物がいつでも 5% オフになるそうです。さらにパルコの有料文化祭事が入場無料になります。それでは最後にスマユーポイントで利用限度額などを確認していきましょう。スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認していきます。優待の権利確定は2月と8月です。
株主優待は百貨店の大丸松坂屋で利用できる優待カードです。ちょっと表が小さくてすみません。保有株数と保有年数に応じて割引の対象となる限度額が変わります。例えば100株保有で3年未満では年間50万円、3年以上では150万円になります。最大では4000株以上を3年以上保有で年間600万円になります。2月権利確定の株主には5月中旬にカードが贈られ、翌年の5月末まで約1年間がカード利用可能期間となります。新たに8月権利確定で株主になった場合は、半額分を翌年5月末まで使えるカードが11月中旬に届きます。パルコは別途優待カードがありますが、こちらはクレジットカードなので申し込みをして所定の審査を経ないと発行はできません。動画公開時点の2023年6月の株価は1300円から1400円の間くらいです。優待の獲得には最低でも13万円から14万円くらいの投資金額が必要になります。 J フロントリテイリングさんの株主優待の紹介でした。大丸や松坂屋でよくお買い物するっていう方はぜひ検討してみたい優待ですね。私もパルコにたまに行ってお買い物したり、カフェでお茶したりして過ごしてます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やグッドボタンもお願いします。それではまた次回もお楽しみに。